こんにちは、デリッシュキッチンです。うさぎのウーピーパイを作ります。無塩バター 40g をクリーム状になるまで混ぜ、砂糖大さじ3を加えて白っぽくふんわりするまで混ぜます。溶き卵1個分を少しずつ加え、その都度混ぜましょう。ホットケーキミックス 150g、 純ココア大さじ2をふるって加え、牛乳 80cc、 無糖ヨーグルト大さじ1を加え、切るように混ぜます。絞り袋に生地を入れましょう。天板にクッキングシートを敷き、16分の1量ずつ直径5センチほどに絞ります。180度に予熱したオーブンで10分から15分焼いて冷ましましょう。クッキングシートを敷いた耐熱皿に裏側を上にして半量を乗せ、マシュマロ発酵を乗せてラップはせずに600ワットのレンジで10秒から20秒加熱します。残りの半量で挟みましょう。ホワイトチョコペンを絞り、アーモンドスライス16枚を用意して、2枚を耳の位置につけ、チョコペンでウサギの顔を描きます。いちごチョコペン適量を使い、お好みでほっぺたを描きましょう。ぜひお試しください。以上、デリッシュキッチンでした。